little bit too much of Hennessy. Just gonna tell y'all I feel. Look. You so fucking precious when you smile. Yeah. Hit it from the back and drive you wild. Lose myself up in those eyes. I just had to let you know you're mine. Happy you're alive. Yeah. I swear to God I'm down. If you down, all you gotta say is right. Yeah. Girl, anything I could do just to make you feel alright. Oh, I just had to let you know you're fine. Running circles around my mind. Even when it's rainy, all you ever do is shine. You on fire, you a star just like Mariah. Man, this feel incredible, I'll turn you to a bride. You're mine, hands on your body. I don't wanna waste your time. Feels like forever, even if forever's tonight. Just lay with me, what's this matter when you and me? どうだ YouTube の反響は。コムラ、それがその、言っておくがな、受けるのは忍びの仕事のみだぞ。お笑いの営業とかはお断りだからな。仕事の依頼は来てないよ。動画の再生数は最下位で、コメントも全然伸びてないんだけど。なに？カニ&サラマーシが受けなかっただと？そんなことあるわけがない！あるわけがない！落ち着いてください。次の予選3回戦では私が行きます。ホムラちゃんだけに恥をかかせません。ヨミ、気持ちは嬉しいが、カニ&サラマーシを超えるようなネタをお前は持っているのか？ええ、もちろんです。私、賞賛なき戦いはいたしません。お腹が減るだけでもったいないですから。なんだかわからないが、すごい自信だ。
するつもりなんだ。それはまだ秘密ですわ。そういえば、ヨミお姉ちゃん、さっきごそごそと何か準備してたけど。準備？意外と王子掛けのネタなのか？ヨミ、あとは任せたぞ。ええ、お任せください。私、渾身の芸を披露いたしますわ。シロップをかけなければただの水、ほとんどお金がかかりません。それでいて、大食いの中でも最高難度と言われる一品、目立つこと間違いなしです。うわー、なんて量のかき氷を用意したんだ。でもかき氷を大食いなんてしたら、無事ではすまんやろうな。もとより覚悟の上です。わかった、ヨミ、骨は拾ってやる。命尽きるまでかき氷を頬張ってこい。しかし、ヨミはどうやってあれだけのかき氷を用意したんだ？確かにそうね。ここって飲み水はペットボトルでしょ？どこの水を凍らせたのかしら？ヨミさん、ちょっと前にプールの水を汲んでたで。
何？それじゃああのかき氷はプールの水で作ったのか？ヨミ、やめろ！そんなかき氷を食べたらお前の腹は本当に！皆さん、心配してくださってありがとうございます。でも大丈夫、貧民街で鍛えた私のお腹はプールの水ぐらいで壊れるものではありません。どうした？まだトイレから出てこないよ。そうか、さすがのヨミちゃん、でもプールの水のかき氷はきつかったみたいね。仕事欲しさのあまり、ヨミをこんな目に遭わせてしまうなんて。くそ、リーダー失格だ。私は、小村ちゃんは悪くありません。むしろ謝るのは私の方です。自分のお腹、もういい、ヨミ何も言うな。今はトイレで安静にするんだ。はい、ではお言葉に。こうなったら次はわしの出番やな。出番って、日陰ちゃんは何をする気なの？ラップや。え？ごめんなさい、よく聞こえなかったわ。もう一度言ってくれる？ラップや。ラップや、ラップ。嘘でしょ？嘘やないで。サンキューベイベー。日陰ちゃんがラップってなんか大変なことになるような気がするんだけど。さあ、予選の4回戦が始まるで、ようチェケラや。好きなのを選んでくれ。
レッツスプラッシュ、ゴー、4、3、2、1、 Here we go。 だね、本当にラップやるつもり？わしがラップをやるのはそんなに早か？うん、即答やな。そもそもなんだけど、日陰ちゃんはラップってなんだか分かってるの？食品用のラップフィルムじゃないんだぞ。ちょっとわしのことバカにしすぎとちゃう？呼ばれる忍びたれ、鈴音先生が相手だと。鈴音先生、どうしてミス R という馬鹿げた真似をしているのですか？何の話だ、私はミス R ではない。いや、そんな、あれは一目見れば。私があんな変態みたいな格好をするわけなかろう。そうですね、わかりました。ではそういうことにしておきます。それがいい。話がまとまったところで勝負だ。死ねんのだ。こんな姿見せられない。強くなったなお前たち。こんな大会でも勝ちは勝ちだ。胸を張っていいぞ。はい、ありがとうございます。それじゃわしはラップの準備をするわ。ラップ？何の話だ？いや、その気にしないでください。日陰、最後にもう一度聞くぞ。本当にやるのか？もちろんや。おいカメラ、こっち向け。ほな行くで。せやな、せやな、せやな、せやな。
私は日陰、無感情生まれ、無表情育ち、不気味ガール、たまに笑うとみんな怖がる。こんなわしにも夢がある。それは YouTube の VTR。 仕事がたくさん舞い込めば、ホムラグレン隊は最強になる。待ってるでオファーのメール、片っ端から受けてやる。あれ？なんだか…かなり面白いんだけど…確かに…せやな、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 チェケラッチョ、ヘイ。今配信された動画の再生数がすごい勢いで伸びていくよ。Thank you, baby。Farts it running. Now my words are filling up the top.